栃木県鹿沼市にある小部ヶ原高原。この高原にはある山小屋があります。1988年に建設された小部ヶ原高原ヒュッテです。この山小屋は麓の古峰神社から約5キロ徒歩で2時間の場所にあり、小屋からはさらに2本のハイキングコースが出ています。このコースを踏破するには3時間ほどかかりますが、毎年5月中旬や6月にはツツジが咲き誇り、紅葉の時期もとても美しく飽きることはありません。起伏も緩やかとあって、登山初心者や中高年ハイカーにも人気を集めていました。ゴールデンウィークが始まったばかりの2006年4月29日午後3時頃のこと、この小部ヶ原高原ヒュッテにある一組の夫婦が車で訪れました。千葉県流山市東福井在住の村田元明さん当時58歳と、その妻千代子さん当時56歳です。村田夫妻は午前8時半頃から山小屋周辺を散策、その後この山小屋に入りました。この小部ヶ原高原ヒュッテは普段鍵はかかっておらず一般開放されており、出入り自由な状態。中は30人が泊まれるほどの広さがありました。しかしこの日は村田夫妻一組だけでした。この日の夕方、二人はある男の来訪を受けます。元明さんは山小屋にその男を入れ世間話をしました。話題は登山の話など何の変哲もない会話です。村田夫妻はこの日この山小屋に泊まることにしました。日付が変わった4月30日午前0時頃、山小屋にはまた訪問者が現れました。突然入ってきたその人物は夕方に会話した男でした。しかしあの時とは様子が違っています。男は手にあるものを握りしめていました。それは長さ約15センチのナイフ。男は村田夫妻にこう言い放ちました。金を出せ、パンも出せ。さっき楽しく会話したばかりなのになぜ。元明さんは男と揉み合いに。しかし制圧されて首元にナイフを突きつけられます。男は現金1万円を奪うと、元明さんの手足を紐で縛りました。そして差し出されたパンを食べながらその場に居座り始めます。そうすること約2時間。その後この男はとんでもない行動に出ました。車も出せ。そう命令した男、千代子さんを外に連れ出しました。元明さんは縛られているので妻を助けに行くことはできません。男は千代子さんを村田夫妻の車に乗せるとそのまま発進、連れ去っていきました。突然やってきた男と拉致された妻、拘束された夫、夫婦の運命やいかに。山小屋に一人取り残された元明さん、首にナイフを突きつけられた際に軽傷も負っていました。しかしその後なんとか自力で紐を解くことに成功します。ただすぐに通報というわけにはいきません。小部ヶ原高原ヒュッテは携帯電話の電波が届かない場所にありました。元明さんは麓の古峰神社まで降り110番通報を入れます。これを受けて栃木県警が現場に急行、乗用車が奪われたことを確認し、強盗致傷、逮捕監禁容疑で捜査を開始しました。しかし深夜に人気の少ない山奥で起きた事件とあって多くの壁が立ちはだかります。そもそも小部ヶ原高原ヒュッテは宿泊向けの施設ではありませんでした。この山小屋はあくまで天候が悪化した際の避難所という立ち位置。電気や水道は引かれておらず、普段は泊まるのも禁止されていました。地元鹿沼市の男性は、熊も出るし夜は暗い、とてもこの山小屋に泊まろうとは思わないと話しています。鹿沼市が年に1回点検する程度で管理人もおらず、普段は無人だったこの小屋。さらに言えば死角の多い人目につかない場所にありました。普段千葉に住んでいた村田夫妻はこうした事情を知らなかったのかもしれません。男はなぜ彼らを襲ったのでしょうか。一般的にハイキングの際、登山客が大金を持ってくることはありません。財布を落としてしまうと大変なため、最小限の現金しか持ち歩かないのです。実際に村田夫妻もほとんどお金を持ってきていませんでした。もちろん夫妻と男は夕方に初めて会って少し会話しただけの間柄、お金のない人からたった1万円だけを奪い、他の金目のものは奪わず、行動の意図が見えてきません。ただ一つだけ、二度同じ場所に訪れたという点からわかることがあります。それはこの男が山小屋周辺にしばらく潜んでいたということです。
この辺りは山深く、まだようやく桜が咲き始めた段階、夜は相当寒くなります。そんな中で待っていたということは、男もまた車でやってきたのでしょうか。いや、もしそうだとしたら村田夫妻の車を奪う意味がありません。現場となった小部ヶ原高原ヒュッテにも夫妻の車以外に不審な車はありませんでした。男は小屋まで歩いてきた可能性が高いです。ゴールデンウィークが始まったばかりの日曜日に起きた事件、しかも犯人は逃走。高原一帯を訪れる登山客たちや地元の人々は不安でいっぱいになりました。警察は保護した元明さんに男の特徴を聞きます。彼によると、男は身長約170センチ、痩せ型で年齢は40歳くらい、顔は面長で目がパッチリしており、武将髭を生やしていたそうです。服装は黒のキャップとジャンパーを身につけていたとのこと。これを手がかりに警察は地元の人々に聞き込みを行いました。すると意外な事実がわかります。それは犯人とみられる男の人相に近い人物が数年前にこの山小屋小部ヶ原高原ヒュッテで目撃されていたということです。この男は時々山小屋周辺で寝泊まりしていたとのこと。さらに貴重な情報が入りました。村田夫妻が襲われた日の前日の4月29日、地元の観光物産協会の方が不審人物を目撃したそうです。その人物は山小屋の近くで毛布にくるまっていたとのこと。この不審者が村田夫妻を襲った男と同一人物であるなら、この男はずっとこの地域に潜んでいた可能性がある。野田明さんの怪我は全治1週間程度でしたが、妻の所在は不明。連れ去った男が誰だかわからない状況では無事を祈るしかありません。しかし1時間経っても2時間経っても安否情報はもたらされず、彼は徐々に疲労の色を強めます。そして妻が連れ去られてから16時間後、ついに一報が入りました。果たして千代子さんの安否は。4月30日、午後4時過ぎ、埼玉県嵐山町の集落の一角にある民家に一人の女性が駆け込んできました。警察に電話をかけてほしいと住人に要求したその女性、服の一部が破れ怪我を負っているようです。結局女性は自ら通報を入れました。それを受けて警察が通報先の民家へと向かいます。警察に保護されたその女性、彼女は拉致された村田千代子さんでした。男がいなくなったので逃げてきた、そう語る千代子さん。幸い元気そうでした。元明さんも安堵したことでしょう。千代子さんが駆け込んだ民家は小部ヶ原高原ヒュッテから直線距離にして約70キロの場所にありました。なんでこんなところまで。連れ去られた後一体何があったのか、そしてどうやって犯人から逃げることができたのでしょうか。一夜明けた5月1日の朝、栃木県警捜査一課や鑑識課など合計50名以上の捜査班による捜査が始まりました。村田夫妻立ち会いのもと、山小屋での現場検証、実況見分が行われます。千代子さんは連れ去られた後の車内での出来事を警察に語り始めました。それは驚くべき内容でした。千代子さんを車に連れ出す時、人目を避けるような素振りをしていたこの男、彼女を車の助手席に座らせました。この時こう命令しています。シートを倒してじっとしていろ。言われた通りシートを倒した千代子さん、続けて男はこう言いました。外を見るな、俺の顔を見るな。こうして千代子さんはどこを走っているのかわからなくなります。連れ去られている途中、千代子さんはおもむろに男の顔を見ました。すると男は彼女の顔を数回平手打ち、これにより千代子さんは全治1週間の怪我を負います。これ以降彼女は怖くて男の顔を見ることができなくなりました。外を見ないよう強制されたということは移動経路の特定は困難です。その後男は千代子さんが駆け込んだ民家の近くの路上で車を止めます。止めた後この男は徒歩で逃げていったそうです。千代子さんの話で男は彼女を解放する機会を何度か伺っていたことが分かっています。拉致しては見たものの、結局扱いに困ったため解放した。警察はそう推察しました。車内に取り残された千代子さんは自ら車を運転、駆け込んだ先の民家が嵐山町の民家だったのです。村田家の自家用車も無事でした。警察はこの車の鑑識作業も進めます。
すると男が車を止めた場所は埼玉県滑川町にあるゴルフ場の近くであることが判明しました。なぜこの場所で千代子さんを解放したのでしょうか。村田夫妻がある情報を提供してくれました。夕方などに会話した時、男は埼玉県と栃木県の地理や山の状況についてとても詳しく話したそうです。夫妻はここからこの男は登山などを通じて両県に土地勘があると思いました。千代子さんは車内で男が見せたいくつかの不審な行動も語り始めます。まず男はタバコを吸うときは必ず車外に吸い殻を捨てていたそうです。これを聞いた警察はこう考えました。唾液などが残ることで身元が特定されるのを恐れた。男は両手に軍手のような手袋をはめ帽子をかぶっていました。何やら計画性の高さも伺えます。シートを倒して外を見させないようにしたり、顔を見ないように命令したのは前述の通り、やはり身元がバレることを恐れていたように思えます。千代子さんによると、男は滑川町のゴルフ場近くに着くまでずっと手袋をはめていたとのこと。しかしその中でも何度か外したことがあったそうです。もしかしたら車に犯人の指紋が残っているのではないか。鑑識作業の結果、指紋は検出されず、降りて逃走する直前、男は何度もハンドルを手袋で拭っていたそうです。徹底しており、かつ巧妙な証拠隠滅を行っている。一体犯人はどんな人物なのでしょうか。村田夫妻は男が口走ったある言葉を警察に伝えました。ナイフで脅された時、男は二人にこう言ったそうです。俺は殺人犯だ、指名手配されている。警察はこれを夫婦が抵抗しないようにするために犯人が言った脅し文句だと解釈しました。果たしてそうでしょうか。この男はその徹底した証拠隠滅から考えても、警察が身元をどうやって割り出すかを熟知していたように思います。男の正体に迫ってみました。結局村田夫妻を襲った男は現在も特定されていません。事件は未解決となっています。私なりにこの事件を推理し、犯人がどんな人物か考えてみました。山小屋に押し入って金銭を要求した犯人、強盗には間違いないですが、私は犯人の目的はお金ではなく別のものにあったと考えています。地元の方々や登山客はハイキングには大金を持ってこないと証言していました。夫妻との会話から察するに、男も登山について知識があるということは、この男も村田夫妻が現金をたくさん持っているとは想定していなかったのではないでしょうか。では犯人の目的は何なのか。それは車だったのではないでしょうか。山小屋の周囲には車がなかったので、男は自動車を持っていなかった可能性があります。それどころか、男はそもそもこの山小屋をねぐらにしていた可能性すらあるかもしれません。そこに村田夫妻が現れました。夕方に夫妻と会話をした時、男はこの夫婦が自動車で来たことを知るのです。欲しいものが手に入る絶好のチャンス。ただ男は車だけでなく千代子さんまで連れ去りました。車だけ欲しいのならそこまでする必要はないのではと思った方もいるでしょう。ただこの行動を取ったのは犯人にとって致し方ない事情があったからだと考えます。男がもともと狙っていたのは自動車で山小屋に訪れた単独客。そのためロープは一人分しか用意しておらず、しかしやってきたのは二人組。一人分しかロープがないなら力の強い男性を縛って動けなくするのが合理的です。ただ一人自由にさせたままだとすぐに捕まる可能性があります。そのため千代子さんを車に乗せて一緒に移動し始めました。結局滑川町まで行って逃走しましたが、これは本当に計画を放り出したと考えて良いのでしょうか。私はむしろ男は当初の計画を達成したと考えています。男はもともと滑川町周辺に来たかったのではないでしょうか。移動手段をようやく手に入れ目的地にたどり着いた。だからこそ千代子さんを放って外に出たのではと私は推測します。男は村田夫妻がお金を持っていないことをおそらく分かっていながら1万円を奪いました。これも計画通りだったと思っています。車を動かすにはあるものが必要です。そう、ガソリンです。男は奪った車のガソリンが足らず目的地までたどり着けないことを危惧していた。でも1万円あれば途中で燃料がなくなっても補給することができます。滑川町までなら問題ありません。
この町で車を降りるまで男は自分の痕跡を残さないよう徹底した証拠隠滅を行っていました。以上のことから考えられること、それは男は滑川町周辺に住んでいる可能性が高いということです。それが特定されてほしくなかった。ただ疑問点があります。人を襲うリスクを冒してまでなぜ男は車で移動しなければならなかったのでしょうか。移動の間、他の人間に身元が絶対に明らかになってはいけない理由でもあったのでしょうか。ここでこの男が言い放ったある言葉がヒントになっています。警察が単なる脅し文句だと捉えた俺は殺人犯だ、指名手配されているという言葉、実はこのセリフは嘘ではなく本当だったのかもしれません。男は夫妻を襲った際、山小屋に2時間居座っています。それはもしかしたら目的地に向かう際の時間調整をしていたのかもしれません。誰かと落ち合うことになっていたが、歩いていくには遠すぎる、指名手配されているから顔を見られてはいけないし、目的地もバレてはいけなかった。このように考えてみると、今回の事件で犯人が取った全ての行動の辻褄が合います。この事件は2006年の事件ですが、村田夫妻を襲った男は現在もまだ鍋川町周辺にいるのでしょうか。17年以上が経過してしまった以上、今後の新展開は望めないかもしれませんが、おそらく彼は今もどこかでこの事件のことなど忘れ、私たちの誰かと挨拶を交わしているかもしれません。